いいですか。さあ桜の季節となりました。三和TVでございます。今日はですね、自宅のそばにある国府宮神社っていう神社がありまして、そこの参道がですね、桜の花見のですね、こういう花見ポイントになっておりまして、そこをですねちょっと歩きながら今シーズンのね新年度始まりましたんでいろいろ喋りたいと思います。よろしくお願いします。3月いっぱいいろいろ思うところありましてのんびりしておりましたけれども、今日からですね、投稿再開です。はい、YouTube の方はですね、今まで通り、ロードバイク、それからですねロードバイクの車載系のですね、動画紹介、グッズ紹介、いろいろですよね、しつつ、さらにですね、僕の持ち前の大食いもですね、いろいろと再チャレンジという塩梅でございます。新しい試みという言葉を前に使ったんですけれども、それをですねうまく形にできるような動きをですね、していきたいと思っております。さあせっかくね、ウームさんに所属させてもらって、専属クリエイターということでやらせてもらうことになりましたんでね、これをフルに使ってですね、皆さんにいろんなものをねお届けできたらなというふうに思います。さあ本当今日はね花見のお客さんが盛りだくさんで、ほら桜は満開っすよ。さあ今まで通り今まで以上にですね、サンガチ TV ご引きいただけると、幸いでございます。ほんとすごい人よ、ほらこんな感じ、もう人に次ぐ人でございますよね。さ あ, そんな感じでね、まずはご挨拶というところで、サンガチ TV のお知らせでございます。今日ね4月の1日なんですけど、ちょいもう10分ですね。ね、ほらこんな感じ、うん、いいじゃないね。さあそんな感じで再始動再起動的なサンゴ TV を皆様、うわ桜待ってる、よろしくお願いいたします。目の前には国府宮神社、以上サンゴ TV のお知らせでございました。次の動画で、皆様お会いしましょう。バイ。これも久しぶりかもしれない、もう帰っちゃおう。次の動画でお会いしましょう。バイ。いいじゃない。